震災から3年10ヶ月も過ぎて、やっぱり風化が進んできて、手仕事が本当に減ってきたんですね。要するに売れないと、なんだろう、内職って来ないじゃないですか。そういう時にボディショップさんが、被災地支援ということでずっと内職仕事を、てか商品を作るっていう仕事を作っていらっしゃって、でそれがご縁があってお話をいただいたので、今回お引き受けしたんですね。マニュアルを送らせていただいたんですけども、やりにくいとか、ここちょっと難しそうだなっていうところは、この間でもいろいろ言っていただいて、より良い方法にしたいと思いますので、よろしくお願いします。表の生地にの表側に結び目を外側に向けて、で、多分安全なのはこういう最近マスキングテープありますよね、粘着力の弱いやつ、それでこれを固定するといいと思います。でも時間とともに内職をしたいという方々が実は増えているんですよ。増えてるんですけど、その仕事があるんだったらやりたいって方々が増えてるんですけど、一方でやっぱり仕事が減ってきてるのが現状なので、そんな中お話をいただいたので、今日を参加してくださっているお母さんたちは他の内職もしてくださってるんですけども、出産されたばかりでまだお子さんが小さい方とか、ご自身の親御さんの介護をしながらっていうような方々、要するに外でなかなか仕事に就けない方、定時でフルタイムっていうのは難しい方々で、家で自分の時間で仕事ができるような、そういうお仕事だったらぜひしたいっていう方々なんですよね。とてもこの商品作りに対して、初めて熱心に私の話を聞いてくださいまして、なんと言うんでしょう、とても辛い経験をされたと思うんですけれども、そういった部分っていうのは感じいられなかったですね。逆にそのこのプロジェクトに対する熱意であるとかやる気であるとか、そういった姿勢をとても感じました。本日が今日宮城県回りさせていただいて、明日が岩手、明後日が福島で、合計3日間で、具体的な作り方のお話させていただきまして、その後順次量産入っていただいて、3月にはボディショップさんの店頭に、商品が並ぶような予定になっております。